ジさん、ノージーさん、ノージーさんったら分かってる、うるさいな、恥ずかしいじゃん。もう、スガポン、明日台本置いてあったよ、事務所に。あ、本当ですか。俺もらってきたんだけど、多分一緒だな。一緒のやつ。うん、あ、やった、久しぶりだ、イエーイ。本当に嬉しいの、それ、イエーイって。え、どんな役。俺まだ台本読んでないからな、キャスト行くだけ。まだ読んでないんですか、うん、じゃあ僕も今すぐ上に行って、うん、行ってきます。それに行って、はい、明日よろしくお願いします。よろしく。遅刻しないでくださいよ。遅刻はお前だろ。僕も全然遅刻したことない。そうだっけ。生まれてこの方。本当に。まあ片手で数えるぐらいしか。やっぱり。はい、気をつけますんで。まあ気をつけて、ね、お互い明日頑張りましょう。 OK、はい、あと今度はまたアイスクリーム一緒に食べに行きましょう。アイスクリームこの時期に。これいいじゃないですか。アイスクリームはいつでも美味しいんですよ。分かった分かったからね。早くもう台本取ってきな。じゃあ怒ってください、うん、はい、じゃあね。それではお疲れ様です。お疲れ様。明日は朝から麻布であふれこ、目覚まし目の前、もれなく7時に、今夜は1時に眠っておかなきゃ。明日は朝から麻布であふれこ、目覚まし目の前、いつでも5つ、うっかりゲームでうとうとしてた。日差しで早くも6時に起床さ、歯磨き洗顔さっさとしたく。日差しが痛いが6時に就寝、はみ出しおへそが寒さと勝負。ご飯に納豆、味噌汁、漬物、魚はなかなか焼けなかったよ。やっぱりしっかり朝食食って、うっかりしてたよ、もう出る時間。うっかりしてたよ、もう出る時間。昨日の服着た歯磨き帳切り、やっぱりしっかり支度はしてる。朝飯なしでも朝シャンしてる。駅のホームでメールを書いて、急行帝国究極タイム、座席についてブログを更新。これにて万事問題ナッシング。駅のホームで台本なかった残酷急遽家まで走る。台本持ってタクシー空車出発進行万事休止。麻布十番十分間に合い、エレベーターも待たずに乗れた。ファミマでお昼のおにぎり買って、外に出るなりあいつが叫ぶ。お金貸してください、よろしく。お財布忘れてタクシー乗ってた。どうやらしぶしぶ払ってくれたが、のじさん本当はケチくさい。こいつは本当に大丈夫なのか。白目が真っ赤で T シャツ反対。とにかく一緒にスタジオ入って仕事モードに気分を変えよう。なんだかのじさんちょっと怖いな。ここらでギャグでも言っておこうか。のじさんおじさんチャック開いてる。なんて嘘だよ、開いてるのは僕。なんて空気の読めない奴ら。ギャグかどうかも逆にどうだが、のじさんおじさんおじさん貴様。おっと、うっかり乗せられそうだ。おっと、うっかりチャック開いてた。客が逆に本当になったら、のじさんおじさん、うっかりナムさん、もっと険しい顔になってる。スタジオのドアは結構重たい。運所と開いて挨拶一番。スタッフの姿どこにも見えない。役者の姿も僕たち一番。スタジオの空気なんだか重たい。運所がないか、朝一番だから、スタスタ歩いて椅子を並べる。いやいやいや、どうにも何かおかしい。そうだ、収録今週お休み、総集編だと先週言ってた。なんで僕はどうしたんだろう。こんなお若は他にはいない。いやいや、もう一人スタッフさんいるじゃん。なんだかんだで僕らは同じ。認めたくないのも同じなのかも。聞いてみる気はさらさらないけど。丁寧のじさん、これからどうする。僕は銀行金がないから、欲しいゲームもそろそろ出るし、ヨドバシにでも行ってみよっと。おいおい、スガポン、忘れていないか。君が銀行を寄ってくる理由、欲しいゲームはどうでもいいだろう。それよりさっきの金返せ。キャー、どうもお後がよろしいようで。これにて僕らの珍道中終了させていただきます。